the ring. Fight! はい、おはようございます。高田のババゲーセンミカドです。リアルバート2ですよと。あれ、なんで止まるんだ、そういう技。ダメよ、あれ PC の調子微妙で悪い。まあ、大丈夫かな。はい、リアルバート2からやります。リアルバート2からやります。リアルバート2、終わった後、何でしたっけ、筋肉マン、マッスルグランプリ2、やっていきたいと思います。はい、お待たせしました。高田の馬場源泉ミカドです。まああれです。まあいつもの通り、リアルバウト2からやっていきます。さ、ちょっといろいろあって遅れました。すいません。リアルバウト2受け付けております。あと5分ぐらい、ちょっと遅れましたが、あと5分ぐらい、エントリーの方を受け付けたいと思います。リアルバート2から先にあります。リアルバート2終わり次第、筋肉マンマッスルグランプリ2の方に やっていきます。ただいまリアルバート2 17名となっております。
はい、にゃ、はい、カゴの中に参加費を入れてエントリー用紙の方に記入をよろしくお願いします。さあ、さあ、ただいま、ただいま18名になりました、18名エントリーなりました。つきましては、はい、あとちょっとエントリーの方受け付けます。どんぐらいだ、9時スタート予定です。9時スタート予定です。エントリーの方まだ受け付けてますよ。はい、リアルバウト2です。リアルバウト2ですよ。スペシャルでも1でもないです。リアルバウト2です。シリーズ最後の作品だったかな。リアルバウト2でございます。はい、リアルバト2の方エントリーそろそろ締め切りますよ。はい、エントリーの方そろそろ締め切りますが大丈夫ですか。じゃあ、リアルバト2エントリー締め切ります。19名こちらで抽選を行いまして、後ほど随時、試合ごとに呼び出していきたいと思います。Yeah!
Yeah!
はい、じゃあ、後輩それで最後でお願いします。はい、じゃあ、マックジャパン、お歳暮争奪、はい、リアルバトガロデフェス大会、じゃあ、下半期もありがとう、このね、100% の還元ジュース。そうですね、僕らの健康を考えて、送ってくれた千賀社長には申し訳ないですが、お客さんにあげます。はい、はい、まあ、大阪の某ゲーセンだとこれ景品使ってましたけどね。あ、本当ですか。じゃあ高いです、このジュースは。一口一口味わって飲んでください。よろしくお願いします。じゃあ、エルさんとガロボー選手、エルさんとガロボーが手前、次が、ベインと聖吉、ちょっとまだ準備の方 ね、これで後試合最後で、はい、エル選手も、ガロボー選手も割とやり込み勢ということで、RB2 ちょっと、ここ最近身軽で大会なかったんで、久々にそうですねやらさせていただきました。あと、ありがとうございます。RB2 もちょっとまた、大会定期的にまあやっていきたいと思うんで、帝では普段稼働してるんで、帝の近くに寄った際にはぜひ、遊んであげてください。よろしくお願いします。じゃあ準備ができたら試合の方を開始していきたいと思います。ちょっと待ってください。さあ、今日はビブンさん、エルさん、ガロボーさん、パルキさん、ナル、ナルサユイ、ソマリア選手、モンテ、シンゴ、ケツバット仮面、ペインさん、セイキスさん、海坊主選手、なんて読むんだろう、なんとかブユー選手、レシオ選手、イザ選手、タケアン選手、ナーク選手、モロシンシー選手、まあオールスターですね。二大進行でいきますか。はい、わかりました。ちょっと人数がアルビス人気ゲームということで、二大進行でじゃあいきたいと思います。ちょっと待っててね。じゃあ準備はできるまでちょっと待っててください。すいません。オッケー。じゃあ手前台ガロボー、エル選手で、奥の台がもう一個ペイン選手、セイキシ選手、ゼロ回線からじゃあ、コイン入れるね、ごめん、コイン、オッケー。じゃあいきますよ、
マックジャパン、お歳暮争奪アルビス大会始めたいと思います。遅れてごめん。はい、じゃあ1回戦、あ、0回戦、ワンピーゴはガロボー、ツービーゴはエル、じゃあ試合を開始してくれ、よろしく頼む。じゃあ、お岡野で、セイキスとベイン、セイキスとベイン、ジャンケンの方お願いします。はい、さあガロボー、ワンピーゴはビリカーン、ツービーゴは、エル選手のボブ。さて、ここはガロボー選手は、だいぶこのゲームを、最近始めたというところなんですが、エル選手のこのボブに勝つことができるんでしょうか。1回戦から厳しい相手が現れてくるが、ラッシュ2、画面端、さあ体力リード、エル逆待ち、飛び込まれて、もう一度、さあキック入って飛び込む、連続技、あー飛べなかった、うべー、ガロボ返す、火炎三節棍を返していく、体力目減りしている、体力飛び込みが入って、エルまず一歩選手、ボブ、さあガロボー、情報戦ではやはりエル選手が強いというところでしょうか。まあ、ビリ使いで有名なモンテ選手がいますが、このゲームは決してビリーはそこまで強いキャラクターではないと、ストリートファイタースタイルを、まあ、飛ばして落とす的な、差し合いであったりだとか、そういったものをしっかりとやらないといけないという面では、ガロボー選手、ここはボブの猛攻に耐えられるかどうか注目が集まる。さあここはオーバーヘッドキック、避けて飛び込み入っていく、あー体育相打ち、飛び通ったけど追っ払われて、画面端返して3節入れて体力リード、ガロボーいけんのか、ガロボーどうだ。さあ垂直ジャンプ大パンチで様子を見ていく、あっと危なかった、キックかかとガードしていく、残り10秒、さあ逃げ切れるか、さあ何かエル選手が間合いを掴みたいところ、体力リードされたらこっちのもんだと、ガロボーが逃げ切った、タイムアップ1-1、体力リードしてしまえばあとはクレバーに攻めるだけ。そういった意味ではエル選手なんとか体力をリードしたいところだ。逆に言うとガロボーは、おっと中段から鉄壁のように体力リードを奪われたくないところ。さあここでブレイクショット、しかしここは角腕取っていく、もう一度、さあ足払いから入っていく、さあ体力リード、このまま逃げ切りたいがガロボー、さあエル選手どう攻める、あー下段から連続技、ラッシュファイブ、さあ追い打ち、あーここでちょいしっかり我慢していく、ナックさん、ナックさん、あ左蹴りから追い打ち、まだ分からない、残り10秒、あー下げ攻撃からサンセスコン、ガロボーお見事。ゲームオーバー、オッケー、手前台、上に戻る、ガロボー勝った、ガロボー連戦、微分さんとお願いします。じゃあ手前台、微分選手アンディ、ガロボー選手ビリカン、じゃあじゃんけんして席を決めるんだ、ワンピー側ガロボー、ツーピー側微分選手、微分選手が使うのはアンディ・ボガードということで、いやーガロボーよく今エル選手に勝ちましたね、我慢した我慢した、あとボックス配置じゃなきゃできないという人、あのボタン配置ちょっと、ボックスじゃないときついとかいろいろあったら先に言っといてください。今のところ決まった画面だけですけど、あとはRB2 は割とこうボタン配置がお店によって違うゲームになってましてですね、統一のこうこれだっていうのがなかなかなくてですね、まあ、ボタン切り替えスイッチの、都合で、ちょっと対戦台を先に申告してした人を優先で選ぶという形を取らさせていただきます。申し訳ないね。さあここで今度は微分選手が先に体力リードを奪っていく、アンディ・ボガード、さあガロボー似たような戦い、飛ばし落とすとうまく決められるのか、距離を取って様子を見ていく、出し攻撃、残影拳一発ガード、ジャックマッチ一発返して、下げ声から、あーっと今のは連続技が安かったか、足払い飛び込んで体育、あーっと投げられた、当て投げ、この野郎と投げていく、あーこれはガロボーまずいぞ、時間がない、なんとか体力削りたいけど、ゆりゆり下段からチェコボ、バックステップで逃げるのは逆に微分、一歩選手、アンディ・ボガード微分、
まあ、微分さんとガロボーは、さまざまな帝大会で、まあ、ある種ライバル的な関係ではありますが、まずは微分が一本先取していく。ストリートファイター微分、まずは主導権。しかしここは体力リードを奪っていくのはガロボー、先に体力リード。さあ主導権にサンセスコンが当たっちゃった。さあ残影系微妙な前からいきなり出す。ショートレジ攻撃から逆にちょっとジャンプ裏剣返していく。ガロボしっかりガード、微分体力同じぐらい。残り30秒、主導権ガロさせて前管理。おっとここでガロボがラッシュを当てていく。飛び道具飛び道具、残影剣ジャンプして、おっと飛びが通るけど連続技はない。まあ微分さんは結構思い切りのいい飛びや、必殺技の使い方をする時がありますからね。ガロボー選手の牙城を崩せるでしょうか。残り10秒、今度はガロボーが体力リード。飛び落としてジャンプアンチ、敵主導剣笠谷クーガダン、かかと落とし、あーマジか、微分が勝ったのか。勝った、お見事、勝者微分。本当にあの微分さんはぶっ放しがうまい、ありがとうございます。じゃあ鳴沢優衣とソマリア、じゃあ鳴沢優衣ソマリアフランコ、じゃんけんして手前台で試合の方お願いします。さあソマリア選手も、割とこのゲームガチっぽいので、鳴沢優衣ちょっとここは正念場ですね。アンピーガワ鳴沢優衣、アンディボガド、ツーピーガワソマリア篤選手のフランコバッシュで、どのシリーズでもフランコですからね。そうですね、ソマリア選手はガロ3だろうが、なんだろうが、リアルバウト1だろうが SP だろうがフランコバッシュにこだわっているプレイヤーということで、遅かろうがパンプアップしてようがフランコが好きだと。そうですね、RB2 のフランコバッシュは割とこう着ぐるみっぽいゴジラっぽくなっちゃってかなりこうマッスルビルドアップされているというところで、さあ鳴沢優衣ここは頑張ってほしいところだが、残影拳一発足払い挟んでソマリアフランコ様子を見ていくか。さあここは遠い前で様子を見ていく。体力リードはソマリア、あと足払いダッシュ近寄って残影系ガードして我慢している我慢している。さあここでガーキャ ー, ー, キャー待ってましたと4ばかりにガーキャーを決めていく。おっとここで敵一生懸だけかさたり、あれ今下段からできるんですね、あの技ね、中ゴスっぽいですけど、さあここ残影系足払い刻んでいく。しかし時間がないぞ、鳴沢優衣なんかないのか、なんかないのか、どうするソマリア我慢、ガードしているガードしている、あー着待ちガードした。残影系我慢してる我慢してる、崩せない、投げていく、まだ間に合う、まだ追いつかないよ。激一生懸命当たった、どうだどうなんだ、あと1秒しかない、だかとヒットも残念。ソマリア逃げ切った。フランコバッシュまず一発選手、ソマリアバッシュのあのパルク処理、はい、ありがとうございます。ソマリアフランコバッシュの火力もそうですが、今のようにマーチプレイもうまいということで、鳴沢優衣なんとかあのガードの牙城を崩していきたいところ。アンディ・ボガード、さあ近寄って残影拳ダイレクトダッシュが果敢が決まる、あっアッパー、主導権から飛びが通った、まずい、あー引っ張りましたけど、ここは空破弾返していく、昇竜弾か、昇竜弾って返していく。さあランブが入る、ランブが入る、あーブレイクショット崖から追い打ちなくて昇竜弾で返していく。さあ主導権諦めた、残り20秒、鳴沢優衣じりじりと相手の出方を伺っているのか、主導権削っていく、残り13秒。さあフランコバッシュ逃げるのか、それとも一発当てるのか、残り10秒、飛び道具放っていくが、さあフェイントかまして飛んで近寄った、残り3秒空対空、勝者フランコバッシュソマリア、お見事。今慎吾選手がやってんのか、じゃあ次ケツバット仮面、ケツバット仮面と、ベインさん、さあじゃあ準備ができたら手前台試合の方を始めてください、よろしくお願いします。ワンピー側、強豪ケツバット仮面、ダック、キング、そしてツーピー側がベインさんの、本風ということで、お互い RB2 勢ということですかね、まあ、素晴らしいレベルの高い戦いが見れるんじゃないかと思われますが、さあここでレシンさん近寄ってくるところ、ダックキングが返していく、
体力は今のところ同じぐらいでしょうか。スライディング足払い返してすぐに、ジャンプ攻撃転がりスタートしてジャンプからのラッシュ。さあ体力を着実に減らしていくのはケツバット仮面のダックキング。さあローリングアタック下段から様子見ながらヌンチャク返す。おっとうまい、しっかりガードしている。そのまま投げてダウンを奪う。中央垂直ジャンプ大キック、裏表わからない、ゆりより使っていくがしっかりガード。スライディングケツバット仮面まず一本選手、非常にストリートファイターらしい、両者。さあファイヤーショール当てていく、メイン選手の本気。さあうまい連続技、終わり際すぐに中段を混ぜてダメージを奪っていく昇竜。ここは我慢して投げる、暗い投げスライディング溶かして昇竜剣使ったところにタカン決めてラッシュ4飛び込んでいく、足払いいい前で出していってもう一度溶かしていく。さあ体勢攻撃からの連続技、あっとしくったか残念。ゲーダン溶かしていくダッキング、まだ諦めていないか。ケツバット仮面さてからそのまま削り殺して1-1。足払い、さあ対スウェイ、いやここはスウェイ攻撃当てていくが暗い投げケースバット仮面フェイントをうまく使いながら飛び込んでいくが昇竜拳割っていくのはベイン選手。あーまずい、ここはラッシュチェック安かったか。さあどうだ昇竜拳からたくさん取っていくケースバット仮面、そのまま飛びが通る、まずい。さあ海坊主とI love you でいいのかな、じゃんけんの方。さあここで本譜一発返して体力リード、ダックキングケースバット。さあバックステップで様子見ながらスライディング、相手の出方を伺っているんでしょうか。おーっとここで裏に回ったところから連続技、体力を目減りさせて残り17秒転がってダウン奪う。さあ最後入れ替える、このまま逃げ切るか、残り10秒、あー中段入った、まずいレシーザーが入った。ベイン選手が最後まで、あー昇竜出ちゃった、足払い一発勝者ケツバット仮面を見事。レシオ選手かな、レシオ選手とイザ選手じゃんけんして席を決めるんだ。手前台でお願いします。はい、じゃあワンピガは、モエジャス勢レシオ選手、スーピガはアルビツー勢ですね、イザ選手。味方でアルビツー勢を、牽引してくれたイザ選手、ツーピーが山崎、今日は山崎を選択していく。そしてレッショ選手、今日はテリーボガードで参戦。山崎クラックシュート、近寄るがロケットマッチ、下段が飛んでくる、パワーウェーブ避けてスウェイ対スウェイから、おっと連続技がなかった。イザ選手足払いを決めていく、ここはレッショ選手迷いなく攻めて、アルビツー勢のイザ選手になんとか一矢報いたいところですが。さあ慎重な立ち回りから足払いロケットパンチ、さあ距離を取って何かを狙っているのか、いざもう一度空対空レシオ当てていく、立ち合いキックで返して下段のロケットパンチ、リバーサルでパワーウェーブ、さあ返していく、そうだ飛び道具を打ち返せるんでしたね山崎、飛び込んだ連続技は特になく、ああまずいこれ死ぬか、大丈夫か、えらい減るでしょうね山崎の連続技ね、シリーズによってその減り方がまあ無茶苦茶なんですけど、アルビツはまだ生きてる、どうだ返して、さあ体勢攻撃すかったところ残り5秒、飛びがレシオ通らない、投げていく、ナックとタケアン最後まで諦めない、レシオ立ち上げいく、残念タイムアップ、まず伊沢選手、一本選手バンダクル突っ込んだところにタクハが待っていた、3発ロケットマッチ、飛びが通った、立ち上げキックで追っ払っていくのはイザ、非常に判定が強そうな技が、揃っている、イザ選手が使う山崎ということで。さあここは微妙な前管理からの逆水平下段のロケット、あクラックで対空タジアキックで返してもう一度、非常に山崎もクレバーな立ち回り、ストリートファイターらしい山崎の立ち回り。さあショートレンジのバンダクル、ここは飛び通って画面端イザ背負っている、足払いロケパン様子を見ている両者、お飛びが通ったパワーウェーブ飛び込むけど、あー残念ジャックパンチで怒られてしまった、レシオ足悪い、さあ残り10秒、逆水平、お当たった出足でこかして
お、これも微妙じゃない体力。あ、ダメ減っちゃった。残り0秒。勝者伊沢山崎を見事。じゃあ次、じゃあ微分選手、パルキス選手、味方勢同士で殺し合いをやってください。ピゴは先ほどなんとガロボをやっつけた。ビブンアンディ、ツーピゴバ、パルクシのウコテリ。じゃあ紹介するんだ。みんなあれですよね、ミカド勢はいろんなゲーム上手くなりましたよね、気がついたら。さあパルクシ選手、今日の RB2 版のパルクシテリーはどのような動きを見せていくのか注目ですね。お、連続技を使っていく、連続技を使っていく、パワーウェーブを放っていくが、オークとビブンがちょっとジャンプからの残影剣ライジング潰して、同時 UC。 さあここでダッシュ攻撃、あ、ダッシュジャンプ攻撃からパワーウェーブ、バー超連覇弾が待っていた。そしてここでライジング当てていく。さあスローに近寄って出し、おっと残念、証券が先に刺さった。しかし体力リードはパルクシー、パワーウェーブを打って様子を見ていく。飛びが通った、2段いいぞゲイザー見たか俺の2段、大キック、大足払い、完全にストツーのようなテリー。どうする、テリーが飛び込んだ、あ、うまい、ダメ、レパダン、バレていた。インポゼッション、マルクチーテリー。さあここはマルクチ選手、リブン選手のこのペースを掴ませないうちにやっつけたいところですね。さあ体力リードパルクシー、ライジングタックルが見事にクリフト。さあちょっと飛ばせやせんよと、おっと昇竜弾、どっちも波動昇竜がうまい2人で狙いが同じなのかもしれない。おっとゲイザーが潰された。さあ昇竜弾キックで潰して、さあここは飛びガードしていく、クラック当たってない、どうだ、バーウェーブ、あ、バーウェーブじゃない、バーナックル、二段蹴りが入る、体力リードパルクシー。さあパルクシー、ここはもうクルージング状態に、ゲイザー残影剣一発返していく、ガードして、さあここはバルチ、あっ飛んじゃった、思わず飛んじゃった、待っているな昇竜弾、ああ減った、あと7秒、近寄りたい、近寄りたいけど、ああ、しばらいが待っていた、11、2人ともあの狙いが一緒なんですね、疎通です、疎通、まるで龍拳対決を見てるかのような、RB2 らしからぬバトルが今ここで前回に繰り広げられている。さあダッシュ、おっと俺は違うよと、ダッシュジャンプ攻撃はできるんだよと、まずはビブンが違いを見せていく。おっと落ちてた、2段大体見たか、命がけの俺の2段を私が放っていく、あー大足正式さんでゲイザー当たってね、やべえ証券。さあパルクシーどうすんだ、もうちょっとだ、もうちょっと、もうちょっと、前ガリガリ、あー飛んじゃった、昇竜だ、どっちも持ってるんです、ただしアンディはコマンドです、パルクシはためです、足払いバックステップで受けていく、あー足払い、なんだビブ先を強いぞ、勝ったのはビブアンディ、お見事。ケツバット仮面、ダックキング、海坊主選手のギズじゃあじゃんけんして手前台でガチ勢同士ですね。これはさあ海坊主選手はギース・ハワード、ワンピー側、ツーピー側、強豪ケツバット仮面ダックキング、ツーピー、じゃあ準備ができたら試合を開始してくれ。さあマックジャパンお歳暮争奪杯RB2 大会、そろそろベスト8に絞られてきたぞ。さあここは海坊主選手のギースか、それともケツバット仮面のダッキングか、上級者同士の戦い、先ほどのパルクシービブンの2段攻撃ではないぞ。さあゴヒト開幕体力を奪っていくのはケツバット仮面のダッキング、波動拳放っていく、ローリング、おっとシンク投げ、ビシッと投げていく、タルで体力がほぼ同じぐらい、追いついたぞ海坊主選手。そうジャンプタイプから着地投げ、投げ切っているのはダックキングのケツバット、おっ中段ガードして、あっ残念ラブ入らなかった、しっかり角を決めて
ケツバット仮面、まず一歩接種を突き払っているダッキング、強い。さあ、ムボス選手、なんとか一矢報いたい、一歩取り返したいところだが、まずラッシュを決めていくのはケツバット。画面端、背負っている状況。大パンチから、近寄るか、大足払い。さあ、フェイントのレイジングストームを見せつつ攻める、ダブルレップ拳、ジャンプでかわして読まれていく。落としクラゲ、バシッと、そしてもう一回、はい、ドーンを決めていく。さあ、ダブルレップ拳。タイミングをずらしていくが、うまーくケツバット画面が逃げていく。素晴らしい。バックステップ、オットラビングユーガーだー、うめえ、やるー、ラッシュホモン、しっかり決めた。ファイナルラウンドへ、1-1、逆転技を見せていく。海坊主ギースハードカード。さあ、ケツバット画面が丁寧にまずは技を決めていく。さあ、ここでアイドーンがまず決まる。あんまり減らないアイドーンですが、さあ中段から攻めていくわ。ダッキングブレイクショットに返していく。飛びが通る、まずい。海坊主選手ピッチどうする。ああ、飛び読まれていた。飛び道具勝者、ケツバット仮面ダッキングを見事。ゲームオーバー。じゃあ準決勝第1試合、ビブン・アンディ、そしておっとモンテが来た。モンテビリ、やっとモンテが配信台に今プレーが見えるぞ。じゃあここはモンテ選手、ワンピー側へ、ツーピー側はビブン選手なんで、今日ビブンさんえらい調子がいいんで、ワンチャンもモンテ選手を勝てるかもしれませんからね。さあ、ビリーカーに全てをかけるモンテ、今日は優勝を狙っていきます。ワンピー側、ツーピー側、ガロボーパルクスとお突き払って、そして時折ぶっぱでしっかり当てて勝ってきたアンディ・ボガード。ビブン、ストリートファイター、ビブンが今日は何か覚醒しているかもしれません。まず体力リード、ビブン。さあ、モンテはこの体力差をなんとか取り返したいところ。リードしたらモンテのターン、ビブンのターンは回ってきません。まずい、おー、うまい、クーファダン返していく。証券飛ばし落とすを狙っているんでしょうか、ビブン選手。おっ、あっ、うまい、良かったんですけどね、読みは。残念、モンテに潰されていく。飛び、あー、ラッシュスリー返していく。足払い刻んで、さあ、まだビブン選手体力くる、勝っているぞ。ヘビーにさせたくない。どうなんだ。しかしモンテ選手も刻みが非常にうまい。昇竜が入る。さあ、体力逆転。こうなるとモンテ選手のターンが、こうなるとビブンのターンが回ってこない。まずい。日本選手モンテビリー今日も強い。決勝進出にリーチをかけていく。さあ、ビブン選手落ち着いていきましょう。落ち着いて、ストリートファイター能力的には、ビブンさんもおそらく人間性能的には変わらないと思われる、プレイヤーではございますが、何せモンテ選手はこの RB2 のビリーに命を懸けてるぐらいの強さを見せていて、どうなんだ。サヒト足払い返していく。クータイプ当てて、ここは相打ち、総集し、飛びが通る。サーブでちょっと余計なダメージ食らっちゃった。また微妙にモンテが勝ってる。さあ、主導権で目減りさせたい。削って削って、あー、飛んじゃった。当たっちゃったよ、ファイヤーサンセスコン。レッパ弾バレてた。あ、でも大丈夫だ、かかんなかった。クーハ弾刻んで前を詰めていく。しかしモンテ落ち着き払っている。スウェイドから下段、あー、ゆりより連続技、ファイヤー昇竜拳、強いモンテ、お見事、決勝進出おめでとう。ゲームオーバー。よーし、じゃあ準決勝第2試合ですかね。ナークさん、ナークさんとケツバット仮面のダック、じゃあお願いします。さあ、決勝へ進むのはどっちだ。ケツバット仮面ワンピー側へ、そしてナークさんの、ボブですね。どちらも RB2 ガチ勢ということで、ここはレベルの高い試合がまた見えるのではないかと思われますが、じゃあケツバット仮面ナーク、準備ができたら試合を開始してくれ。準決勝第2試合、勝った方が決勝進出。ケツバット仮面ワンピー側、赤い装束のダッキング。スーピー側、ナークさんが使うのはボブ・ウィルソン、オレンジ色の装束と。さあ、タイを入れ替えてローリング、速い技で返していく。ダイパンチ、そのままローリングアタック、2ヒット。さあ、距離を詰めるか。コンビネーション圧で追い返していくが、すぐにコンビネーションアタック。最後に下技につないで4ヒット5ヒットと、体力を目減りさせていくのがうまい。あー、まずい、泣く。あっと、ここは先にまず1本戦していくダーキング。ケツバット仮面ラビングユー、やっちゃった、投げて自ら今、格番が安いと思わず言ってしまった。
ナルさんでしたが、おっと投げて、さあ下段から体力リード、ナックボブ、さあ今度はコンビネーションアタックでこかしていく、体力リード、さあ下段から攻めていく、ダークキング非常に、あーうまい、当てていく、ブレイクショット、あ下段から浮かされて置き攻め、中段刻んで、おっと投げ暴れさ、おいち下段からコンビネーションアタック 1-1 ファイナルラウンド、RB2 は非常にスト2っぽくなるんですね。さあ両者様子を見ながら、あ中段一発食らっちゃった、さあ今度は下段が待っている、ナク選手前管理から何かを狙って、おっうまかったけどガードしてた、飛びブレークショット裏に回る、ジャックパンチ相打ちからラッシュ4を当てていく、ケースバット画面体力5幅リード、下段から飛び下段我慢しているな、何かないのか、さあ逆転劇あるのか、あっ中段が刺さる、まだ諦めてない、飛びガードして下段刻んでいく、ローリングしっかりガード、あージャンプ攻撃対空でこかされて、中段ローリング、まるで、あーうまい、さあ対空でこかして、しかー投げバレてた、勝者ケースバット仮面ダッキング決勝進出おめでとう。はい、終わるんじゃねえか。じゃあですね、あれモンテか、モンテ選手とケツバット仮面、じゃあじゃんけんして席を決めてください。マックジャパン、マックジャパンお歳暮争奪、花金大会リアルバウトガロー伝説大会決勝戦始めたいと思います。さあどっちも優勝経験ございましたよね。じゃ あそうですね、ケツバット仮面かモンテか、はい、わかりました。モンテ選手がダントシでもリベンジをしたいと今ケツバット仮面に高らかに宣言をしていましたが、やる前から負けますって言ってさあ3分しかないぞ、3分しかないで終わるのか。じゃいいです、終わっちゃったら終わっちゃったで、いいです。全日中継みたいな、そう新日本プロレスのように、はい、それではご機嫌をさよならと言って終わらせれますので、さあワンピーガはモンテビリカンケツバット仮面ダッキング、どちらもモーサー体力リードするまでがモンテの勝負というような感じでしょうか。しかしケツバット仮面のダッキングはまるで龍拳を見てるかのような素晴らしい立ち回り、 3分で収まんねえと思うけど、収まんねえか。さあ頑張ってほしい。いやワールドプロレスリング方式でいきましょう今日も。さあそんなことをすると金曜日ですからね、金曜日ですからワールドプロレスリングで、さあ体力リードモンテ、またモンテさんのあの試合スタイルがそのワールドプロレスリング方式になりがちな、なりがちな、ストリートファイタースタイルとか、でも両方とも結構嘘中段ローリング当てていく、まとわりついた、よくガードしたケツバット仮面、さあさけ攻撃からサンセスコ当てていく、飛び同点、あごめん、さあこの後筋肉マンの対決もあるか、ブレイクスパイラルどうなのこれ、あと8秒上院当たってね、ケツバット逃げるのか逃げるのか逃げるのか、当たった当たった当たった、モンテが勝ってる、一本選手モンテ、さああと1分半、さあ残り1分半、放送時間が少なくなってまいりましたがどうなんでしょうか。さあモンテ出し膝で飛び込んでいく、ケースバット画面両互い一歩も残り1秒まで諦めないこのファイトスタイル、投げせていくケースバット飛び上げながらローリング、さあ体力攻めざるを得ないモンテどうする、さあそろそろスタッフロールが流れるぞ、スタッフロールが流れるぞ、下にわーって、あーブレイクショット、さあ返していく、さあこの体力さなんとか大事にしたい、ケースバット画面するわ、爆破なくって避け攻撃飛んで当たっちゃった、枠内に枠内に収まるのか、枠内に収まってしまうのか、さあモンテが逃げる、モンテが逃げる、あー勝者モンテビリー優勝おめでとう。じゃあニコのニコニコの方、次筋肉マンでお会いしましょう。それではニコ動の皆さん、はい、ごきげんようさよなら。いやー考えられた、素晴らしい。じゃあ放送席、放送席ヒーローインタビューです。
優勝者ー。あ、ちょっと待ってね、今カメラ切り替えね、カメラ切り替えね。RB2 優勝者モンテー、みんな拍手ー。ありがとうございます。どうでした今日の戦い振り返って。あ、諦めないでよかったです。いやいやいや、しかしあんまりなんかまあ、ビリーカーの結構辛いキャラじゃないですか。まあスタイル的にしんどいですね。しんどいですよね。でもなんか見るたびに強くなってる感が非常にあってですねなんかモンテ選手のストリートファイター能力を感じえないというか、もう素晴らしいなと思いますけどね。ありがとうございます。ダックキングってどうですか、強いですか、相手にして嫌な感じですか。相手にしたくないですね。やっぱり相手にしたくない。なんか戦いづらそうですもんね。はい、すごい。とりあえずもう本当に付き合いたくないんで。一個だけ聞きたいのが、はい、結構積んだ状況になるじゃないですか。残り10秒切ってる状況で、はいはい、例えばモンテさんが体力負けしている感じ、はい、さっきまさにブレイクスパイラル食らって、はい、一瞬そういう状況になってましたよね。残り6秒ぐらいで、はいはい、ああいう時ってどうするんですか。あ、もう何も考えないで、ぶっ放していくみたいな。ぶっ放して攻めるしかないですね。もうぶっ放し、当たればラッキーぐらいの感じで。当たればラッキーなぐらいで、だからどこかでそういう戦い方をクレバーに切り替えていかないといけないという部分で、そうですね。ビリカーンでも面白そうですね。面白いですよ。そうですね、わかりました。じゃあこれからも RB2 大会ちょっと定期的に、ちょっとここ数ヶ月やってなかったんですけど、はい、また、やりたいと思いますんで、はい、また、最強モンテビリー、ぜひ、活躍のほどよろしくお願いします。じゃあ優勝商品マックジャパンのお歳暮 100% の、ブドウジュースを差し上げたいと思います。優勝おめでとう。ありがとうございます。そして伊沢さん提供、そこに痺れる憧れる缶バッチ、ありがとうございました。ありがとうございます。これからもモンテビリーの活躍にどうかご期待ください。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやでもあれモンテさんのビリーはちょっとスト2っぽいね、いいですね。ケツバット画面のダックも相当スト2っぽかったですけど、スト2っぽいけど、このゲームはね、面白いゲームだね。いい試合ですね、はい、なのでミカド RB2 毎日稼働してます。対戦会や、企画の持ち込みも歓迎してます。よく高田のババに、立ち寄った際にはぜひ毎日稼働してるんで遊んであげてください。よろしくお願いします、はい、というわけでございまして、なかったら言ってくれれば言ってくれれば入れます。というわけでございまして、RB2 大会以上終了、ありがとうございました、CM に引き続き筋肉マンをお楽しみください。はい、じゃあ準備ができ次第筋肉マンマッスルグランプリ2大会に移りたいと思いますので、今年最後の大会ですかね。やりませんでしたっけ。今年最後の大会ですね。最後ですね、盛り上げたいと思いますんで今しばらくお待ちください。はい。